こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。皆さん、ポルンガドラゴンボール集めていますか？私はででん、はい、7個揃えることができました。ポルンガドラゴンボールは毎日1つずつお題が出て、そのお題を達成するとポルンガドラゴンボールが1つゲットできるというものですけれども、皆さんどうでしたか？7個分かりましたか？私は5日目まではすぐに分かったんですけれども、6日目と7日目のお題ちょっと考えてしまいました。でもね、そんな方きっといらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。はい、なので私が分かりにくいなと思った6日目と7日目のヒントと答えを確認していきたいなと思います。はい、まずは6日目、流進中のゲット方法。ヒントは、友との絆で新たな仲間と出会えということなんですよね。これね、だいぶ考えちゃいました。フレンド申請かなって思ったんですけども、あ、そっか、友情ガシャだって思ってやったら、はい、大正解でしたこれは友情ガシャを1回引けばゲットできます。はい、そして7日目、地位心中をゲットする方法。こちらのヒントは、仲間とのつながりの力をさらに鍛えようなんですけれども、こちらもね、私最初は分かりませんでした。はい、答えはリンクスキルレベルを1回上げるというものです。私はこれ分からず、とりあえずね、毎日やっている亀仙流の申し行をやったんですね。そしたら地位心中ゲットになったのでびっくりしました。運よくリンクスキルレベルが上がっていたんですね。はい、というわけで6日目と7日目のポルンガドラゴンボールのゲットする方法、こちらでした。もしまだゲットできていないという方がいらっしゃいましたら、参考にしていただけると嬉しいです。はい、というわけでポルンガドラゴンボール7個集まりましたので、ポルンガを呼び出してみたいと思います。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、願いを言うがいい。どんな願いも3つだけ叶えてやろう。はい、ポルンガ来てくれました。はい、願いを3つ叶えてくださるということで、この中から3つ選んでいいんですよね。何にしようかな、皆さんどれがいいと思いますか？私はね、まず必殺技レベル上げのおじいちゃんが少ないので、これは絶対欲しいですね。あとは短冊も欲しい、キャラと交換できるので。そしてあと1つは満腹になりたいかな。これは熟成肉がねもらえるので、はい、お願いします。やった、 OK をいただきました。はい、これでこちらの願い叶ったと思います。あ、ドラゴンボールがまた世界中に散っていきますね。はい、じゃあ願いが叶ったかどうか確認してみたいと思います。プレゼントを確認。あ、来てますね。はい、ありがとうございます。ポルンガ様、素晴らしい。はい、素敵なものをたくさんもらうことができました。しかもこのポルンガドラゴンボール集めは1回で終わりじゃないんですよね。なんと全部で3周できるということで、めちゃめちゃありがたい。また毎日ポルンガドラゴンボール探しを続けたいと思います。皆さんも一緒にドラゴンボールを集めましょうね。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。